こんにちは、インゲンです。今回ね、変なパーティーを組んできました。まあ、とりあえずパーティー見てもらいましょうか。こちらです。はい、というわけでお相手こちらですね。僕のパーティーこんな感じです。いかがでしょうか。かなりね、変なパーティーなんですが、結構頑張って組んできたのでうまく回るといいなと思ってるところです。この相手なら、お、かなり物理に寄ってますね。じゃあバイユールはいけそう。バイユール先発の、ただバイユールが苦手とするのが、ヒートロトムなので、そうですね、あと特殊ガルドかな。これヒートロトムぐらいしか特殊が見えないので、さすがにギルガルドは特殊側だと思うんですよね。とすると物理受けのバイユールは特殊ガルドもちょっと苦手ということで、そうだな、とりあえずトリトドンとバイユールは連れていきたいですね。あとはこの2体でちょっと薄くなる相手にどうしようか。トリトドンがもしかしたらちょっとカビゴンみたいな特殊耐久のお化けのポケモンに、苦戦するかもしれないですね。ちょっと物理側のポケモンを持ってっときたいかな。決めました。バイユール、石炭山でいいかな。シルバディもちょっと迷うんですけど、バイユール、トリトドン、まあ、ちょっと今回石炭山で行ってみます。いや、これで正解かどうかはちょっとわからん。頑張ります。はい、澤さん対戦よろしくお願いします。いや、このパーティーなんですけど、僕もうね、今朝こういうパーティーを組みたいって思い立って、で今日仕事があったので、仕事の合間に本当に職場でね、もうあの空いた時間にちゃんとね、あの仕事中じゃないですよ、空いた時間にあのダメージ計算とかして、で努力値振りとかメモってっていう作業をしていたんですよ。で今日帰っても速攻育てて努力値振ってみたいなことをしてたら、今もうね夜の7時前なんですけど、いやー、ちょっと今本当にまだこのパーティーを使ってないので難しいんですが、ギルガルド、特殊型かな。やっぱりよほど S に振ってない限りこっちの方が早いと思うんで、高速移動は積まなくていいかな。コットンガード積んどきます。そうですね、こっちの方が早いですね。物理型だったらいいんですけどね、正義の剣とかラスターカノンだったらもう一発与えるんですけどね、この次の弾はバトンタッチにすぐ切り替えないといけないかもしれない。お、インファイト、ほうほうほう。すごいひどいダメージだな。そうなんですよ、バイユールこんな感じなんです。あの特性モフモフなんでね、接触技に対してはめっぽう強いですね。剣の前も積む隙がもらいました。いいですね。 S も上がってまだインファイト、これ後ろ変えてきそうなもんですけどね、さすがに。ただ相手引く先がもしかしていないか。じゃあ高速移動も積ませてもらいましょう。もしドラパルトとかに交代してきたら、ドラパルトの上は取って先にねバトンタッチはできるようにしておきたいんで、ここは S も上げておきたいですね。いや、もう完全に起点にされてもいいという、これあれかな、なんかこだわってるのかな。でもこちらより遅かったということはスカーフではない。ハチマキ、ハチマキの火力なのかな。もうさすがになんかこっちの倍率が上がりすぎてて誤差の範囲に見えますね。いや、積ませてもらえるならもう積ませてもらえる限り積みましょうか。ただ石炭山 A2 段階アップで大体の相手に対しては十分な火力持ってますね。ちょっとやりすぎかな、これ以上積むのは。ん、変なことされる前にバトンタッチでいい気もしてきましたね。コットンガードもう一回、んー、なるほど、コットンガードもう一回、そうですね、コットンガードもう1回だけ積んでバトンしましょうか。多分剣の舞はさっきの1回で十分だと思う。で高速移動も十分、いや高速移動もっと積んどった方がいいのかな。やっぱ石炭山めっちゃ遅いので、もしかしたらもう1回高速移動しとくのが安全かもしれない。そんなに変わるかな、相手結構早いので。でもここバトンですね。うん。で、ここで引っ込む。あ、ちょうど、このタイミングでしたか。で、ヒヒダルマ。で、ここでバトンタッチしますと。もう、バイウールが強すぎる。
カッチカチですよ。俺まだ回復機能とか持ってますけど、そんなん全く使ってないですからね。打石炭山行きましょう。 S2 段階上がってますが、さすがにあのこのなんだっけ、ウィスパーじゃなくてこの唇お化けじゃなくて、あ、ヒヒダルマの方が早いですね。名前が出てこなかった。で、もうドリューズの攻撃とかも全然怖くないし、ヒヒダルマももう何の攻撃されても構わないんで、もう適当にダイマックスでいいかな。ダイマックス切るの早すぎるかな。うん、ダイマックスから入っていいんじゃないかな。うん、ダイロックでいきましょう。で、相手が弱点をついてきたら、こっちが弱点保険持ってるので、さらに攻撃力が上がりますね。それもちょっと狙ってますが、うまくいくかどうかはちょっとまだわからないですね。うまくいくといいな。ドーンと。いや、でっかい。いや、これね、そう、434になるんですよ、HP。バケモンですからね、これ。あ、自信4倍弱点持ってる。いや、これ、一応 B6 段階上がってるんですけどね。6段階上がってこれってことは、コットンガード積んでなかったら本当にやばかった。しかし、もう遅い。もうさすがに止まらん。大ロックで。もちろんですよね。A が4段階上がってますからね。いや、弱点保険もいい感じに決まって、で砂嵐が吹くことによって、一応特殊耐久もこれで底上げされます。もう何が来ても怖くないでしょう。さすがに。むしろドリューズとかですかね。ドリューズでもさすがに怖くないと思いますけどね。ギルガルド。いや、もうこれは、ギリギリダイバーンの方が火力出るかな。あ、ただ、そうなんですよね。このポケモンちょっと A に努力値を多めに振ってるので死ぬ方が少ないんですよね。値は。ダイアースの方がギリ入るかもしれないですね。別にここで晴れにしたいわけじゃないので、ダイアースで特防を上げながら殴りましょうか。はい、ダイアース。もともと石炭山の火力そんなに高くないんですが、さすがに4段階アップともなると、入りますね。あ、なるほど。タスキガルドですね。最近結構流行ってるみたいで、タスキガルドは見ますね。ただこれ、おそらく最高火力はインファイト。大した火力にはならないと思いますが。蚊でも止まったかぐらいの火力ですね。で、ダイマックスはこのターンで終わりと。相手はダイマックスを切らす意味でも、そうか。ダイマックスを切らす意味でも、キングシールドかなと言いかけましたが、キングシールドしても、あれなんですよね。多分貫通するんですよね、これって。そうですね。鍵打ちして退場ですね。じゃあこれで一応特防を上げるだけ上げて、これちょっとなんかネタの意味も込めて、あとせっかく両刀ならということでネットを覚えさせて、大ストリームができるようになってるんですけど、さすがにネタだったかな。鋼技の方が良かったかもしれないですね。殴るついでに B が上がるっていうのがいいかも。そっちの方がいいかも。まだまだね、試作品というか試作段階のパーティーなんで手探りですね。で、ドラパルト、こちら B が上がりに上がってるし、 D もあの砂嵐のおかげでね、岩タイプって砂嵐中に特防が 1.5 倍になるのを皆さんご存知でしたか。なので多分ドラファルトが一撃で倒せる技は存在しないですね、急所でもない限り。うん、ここでダイマックス切ってきますが、さすがに時すでにでしょう。これはもう石炭山無双が始まってますね。いくらダイマックスとはいえ、まあ、ちょっとロックブラストで1回で落としきれるかわからないんですけど、2回ぐらい耐えるでしょう、攻撃。大フォローでしょうかね。そうですね。一応防御が1段階下がるので、今6段階アップですが、これで5段階アップの状態になると。ただ、さすがに次の大フォローでも落ちなさそうですね。相手はもう、急所狙いじゃないですかね。いいダメージ入る。相手ダイマックスしてますからね、これ。3回、えらいえらいえらい。あ、4回当てますね。えらいぞ。めっちゃえらい。この石炭山すごいえらい。もうこれ、そうですね。砂嵐で落ちますね。いや、うまく決まりました。やりたいことできましたね。石炭山無双がうまく決まりました。いや、本当に防御マシマシにしてからの石炭山って絶対一発じゃ落ちないので、もう弱点保険が簡単に発動するし、その後の火力が半端ない。いやー、気持ちよかったです。対戦ありがとうございました。
はい、お相手翼さんですね。対戦よろしくお願いします。いや正直めっちゃ負けてる開始時点で順位は1万9000位ぐらいだったんですが、このパーティーにしてから今3万2000位ですね。1勝4敗とかかな。やっぱりマイナーに未来はないのか。いやでもマイナーでね1位になってる人がいるんですよね。でもつべこべ言わずこのパーティーを信じましょう。キレイ花と石炭山は確定。キレイ花と石炭山を合わせてもきついのは、ルカリオですかね。ルカリオはちょっと厳しそうだな。ルカリオ相手にどうしよう。ルカリオはフェアリータイプのシルバディにも刺さってるんですよね。うわー、鋼格闘の技範囲こっちに刺さってるな。いやちょっとごめんなさい、先発モルペコでいきます。モルペコ、石炭山、キレイ花、これでいきます。モルペコの先発のねごまかし性能がすごくて、とりあえず何が相手でも多少の仕事はしてくれるので、ここはもうモルペコに全てを託しましょう。対戦よろしくお願いします。いや勝ちたい、さすがに。まあ最初のうちはパーティーを組んだ時勝てないのはまあ当たり前っちゃ当たり前なんですよ。試行錯誤もしてないし、まだ僕自身が使い方を理解してないのでね。ただとはいえやっぱりね、序盤でも勝ちたいものは勝ちたい、そりゃそうでしょう。これ実は種爆弾とかいうとんでもない技を覚えてるんですが、さすがにこのターンはオーラ車ですね種爆弾はな、ちょっとヌオーとかそういうピンポイントへの技ですからね。とりあえず S を上げてハイドロポンプ。相手は割と攻撃に寄った方なんでしょうか。でも一撃で倒せない、少なくともメガネではないですね。でこっちの方が早かったから、んー、そんなにアタッカーしてもないのかのようですね。これ大草原か、草技を使えば落とせますね。いやこのロトム、キレイ花の罪の起点にする手もあるけどな。そうですね、ちょっとそういう手もある。ただ相手はそうか、ボルチェンができるから、いやもうダイマックス大草原行こう。もうこのここしかない大草原でしょう。世界にもっと緑を、メッセージ性強くいきましょう。怖い顔だけどやっぱりこのHP で大草原することに何の意味があるのかという気がしなくもないんですが、これはさすがに落ちますね。うかつでした。いやー捨てるべきだったか。結局キレイ花ですね何だったんだ今のダイマックス。うわーこれダイマックス剣なしでここから戦っていくのか。修羅の道ですね。とりあえず蝶の前連動しましょう。相手が引いてくるかな。さすがにボルトチェンジですかね。相手 S に振ってませんね。こっちキレイ花って S50 しかないんですよ、種族値。なのでこっちが抜けてるということはかなりもう S は切ってる。まあ、鬼ヤモドでもいいですね。うん、相手もやることないからっていうことなんでしょうが、ここはもう詰めるだけ詰ませてもらって、後ろの石炭山にあと何とかしてもらうと。蝶の舞、あとはおそらく途中でボルチェンで帰ってくれるんじゃないかなと思うんですよね。で裏に眠り粉を当てて、その後に力を吸い取るとかでさらに詰みの起点にするか、もうバトンしちゃうかみたいなところを考慮しましょうか。引っ込める方ボルチェンじゃないんですね。突撃数、なるほどなるほど、大ジェットの餌食にしてやろうということですね。ただその手は食わん。先制でさすがにね、こちらの方が早いので、おそらく先制で眠り粉が打てますね。この特殊アタッカーは起点にできますよ、このキレイ花で。もちろんそうですね、大ジェットをしたいからと。ただそのダイマックスターン、それでこっちもダイマックスかなり無駄にしちゃったんですけど、相手のダイマックスターンも眠りで枯らせる気がする。この流れはあとは眠り粉を当ててくれればですね。このキレイ花は偉いのできっと当ててくれます。マイナーパーを使う上でもう運なんてね考慮してられませんからね。よし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 、もうこれは当てる前提ぐらいに考えてないと始まりませんね。
ラムとかでもない。よし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 。まあ、トゲキスは基本ラムとかじゃないかな、さすがに。いいですね、グラスフィールドが回復してくれてますね。やけど分を補ってくれてるんで体力が減らない。あとは超前超前で、さあこのターン起きる可能性はあるか。そうですね、まだ寝ててほしいけど、さすがに。よし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 、ダイマックスさん2ターンこれで消えましたね。素晴らしい。どうだろう、裏のロトムがまだ残ってるので、かなり超の舞を頑張って積んどかないと、石炭山がハイドロポンプをね真正面から食らうので、そこはもう気合い入れて超の舞連打しておきましょう。いや、やけどが入ってるのが美味しいですねこれ。麻痺、電磁波で麻痺されることもないと。目を覚まして、おそらく大丈夫だ。そうですね、ただもう全然食らえませんよ。うわ、結構痛いんかい。いや結構痛いなこれ。素早さ上がりますが、次のエアスラッシュに火力が下がったらもう一発耐えそうな感じしますね。となるともう一回眠り粉はした方がいい、石炭山の安全のために。よく当てますね、偉いな。やってることはかなりひどいですが、いやもうこの際ね、このパーティーで勝てれば僕は何でもいいので、もう一回蝶の前にするのが正解でしょうか。相手の裏が分かんないけど、特殊アタッカー特殊アタッカーと来てるので、さすがに物理っぽい。誰だろうな、蝶の前4回積んでるんですよね。このターンで相手が起きる可能性はありますね。ただもう一回蝶の前積めば、おそらくエアセラでは落ちないので、もう蝶の前ここは積みましょう、勇気を持って。結構ね、早くバトンタッチしたくなるんですよ、バトンタッチ使ってると。すぐ切りたくなるんですけど、いや我慢して、まだ積むまだ積むっていう、そのもう少し欲張ろうっていうのは大事ですね。ここでバトンいきましょうか。もしかしたら力を吸い取るでまだ回復できたのかな。まあただ事故のこととかも考えれば、この辺が引き際ですね。5回積めたんで十分でしょう。石炭山いきます。相手が波動弾とか覚えてくれてれば弱点保険が発動するんですが、弱点保険がもし発動するとしたら、後ろのロトムのハイドロポンプとかなりそうかな。お、あー出て欲しかったな。蒸気機関発動すれば S がもっと上がってたんですが、残念ながらそうはいかんと。これ A は上がってないんですが、オーバーヒート使うと C が下がっちゃうんで、ここはロックブラストでいきます。これね、バイウールの剣舞バトンと超の舞バトン両方に対応するように両刀にしてるんですよね。なのでちょっと岩技は特殊技なしということになってるんですが、特殊岩技を持っといた方が良かったかな。どうでしょうね。あとはこの無敵の石炭山で頑張るのみと。引っ込めた、え、ここで引っ込むの、誰に、ルカリオ。いや、これもし助け削らせてもらえるならめちゃくちゃありがたいですよ。まあ、火力はちょっと悲しいですけど、いやでもこれで助けがなくなりましたもんね。ここはオーバーヒートかな。地震じゃ落ちる自信がないんで、はい、オーバーヒートいきます。波動弾、あ、めっちゃ早い、相手の方が早いんかい。あ、いやでも相手徳島だか。あ、そうかそうかそうか、これ物理ルカリオだったら困ってましたね。あ、そうだそうだそうだ。いやっていうか抜けないんだルカリオを。いやちょっと今悲しい一面を見てしまいましたが、石炭山の、まあ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 、まあ、抜け抜けてはなかったけど、まあ、倒せたのでよかったです。いやこれ物理型だったらダメだったな。大丈夫かなこれ。まあおそらくロトムここで出てきますね。はい、ロトム、まあ、ここロックブラストだとさすがに落ちないんで、オーバーヒートですね。 C がもう死ぬほど上がってるんで、オーバーヒートの方が火力出ます。はい、ここまで来ればもう脅威はないと思ってます。多分大丈夫。ルカリオバックは何だったんでしょうね。トゲキスを捨てずに引いてくれたのは何かを考慮してくれたのか、まだまだこの石炭山が積んでくるって思ったんですかね。ロックカットとか確かに覚えますが、あとニトロチャージとかかな。ではここは、ロックブラストでいいかな。うん、オーバーヒートとどっちが入るかちょっと分かりませんが、あー、いいダメージ入りますね。あ、弱点保険か、まずい、やってしまったけど、トゲキスなら大丈夫か。2発で止まる余裕ですね。うん、こっちの方が上取ってるし、弱点保険やってもこんなもん。いやー、よかったよかった、これはさすがに勝ちですね。ロックブラストいきましょう。お3、よし、あー、やっと勝てた。
いやー正直ね、このパーティー駆け出しは結構負けたんで、いやーどうしようかなってへこんでたんですけど、まあ、とりあえず勝てたので、まあ、まだ未来はある感じがしました。はい、綺麗花が活躍してくれてよかったですね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。いやー僕の目標はマイナーなパーティーでレート1位っていうのが目標なんですけど、1位どころかでしたね今回はねまあでもマイナーなパーティー使う人って多分駆け出しはみんなこんなもんなんじゃないかなと僕は勝手に思ってるので、はい、今回は、2勝4敗だったかな、あまり振るわない結果だったんですけど、まだまだ微調整繰り返して、まあ、パーティーね、ポケモン入れ替えながらいいパーティーに落ち着くように頑張りたいと思います。可能性は感じました。次回以降また見に来てくれると嬉しいです。今回のパーティーの中で皆さんに自信を持っておすすめできるのは、バイウルですね。バイウルは本当に強いです。バトンタッチ役として本当に優秀なので皆さんぜひ使ってほしいですね。で、キレイハナもバトンタッチ役としてすごくね、2回目の試合ですごくいいところ見せてくれたので、キレイハナもまあ、ちょっといいかもって感じがしました。いやー他のポケモンは特にシルバディがこんなに使いづらいポケモンだと思ってなかったですね。やっぱ種族値が高いんで何とかなると思ってたんですけど、ちょっとでした。石炭山もエースとして頑張ってくれたんですが、まだちょっと技構成とか努力値振りとかやりようがありましたね。ということで次回こそはねめちゃくちゃ勝率上がって、もう急に順位4桁になりましたぐらいの動画でね行く勢いで考えてるんで、ぜひぜひ楽しみにしててください。それではまた次回もよろしくお願いします。バイバイ。